のブリタポット型浄水器マレーラでろ過したお水を使ってデザートを作っていきましょう。ブリタで作ったお水はミネラルウォーターと同じくらい美味しいと評判です。首都圏に住む消費者を対象にブリタの水とミネラルウォーターの飲み比べ調査を行いました。こっちの方が喉越しが柔らかで美味しいです。じゃあこっちがブリタです。すごい美味しい。なんとミネラルウォーターと比べてブリタ水の方が美味しいまたは同等と答えた方が 69% もいらっしゃいました。では早速ブリタの美味しい水を使って暑い季節にぴったりのデザートスムージーを作りましょう。本日の材料はこちらです。まずブリタのお水で氷を作ります。スムージーに使うマンゴーは使用する5分前に室温に戻しておきます。飾り用のマンゴーを1センチの角切りにします。バナナにはレモンの搾り汁をかけると変色防止になります。グラスの中央にバナナを貼り付けていきます。ミキサーにブリタのお水で作った氷、マンゴー、蜂蜜、レモンの搾り汁、ブリタのお水を入れて攪拌します。氷の食感を残すように仕上げるのがポイントです。攪拌したら器に入れましょう。次にグラノーラをのせ、プレーンヨーグルトをかけてください。飾り用のマンゴーをのせ、最後にミントの葉で飾り付けて完成です。ブリタのお水で作った氷を使っているので溶けても美味しいスムージーです。夏の朝食にぴったりな食べるマンゴースムージー、ぜひお試しください。